ちは、バーテンダーのナオトです。今日は1980年代バーボンウイスキーオールドフレスターボンデッド、この子紹介したいと思います。この子はうちのメンバー様の中ではワイルドターキー8年のような強すぎない甘みでしっかりと信念を持ってる子、そういう子たちが好きな方に好まれてます。ストレートで深い甘みを楽しむのもいいと思いますし、ロックにして少し角を取ってこの子を楽しむのも非常にいいと思います。オールドフォレスターというブランドは現在オールドフォレスター蒸留所で作られていますが、昔はルイビルのブラウンフォーマン蒸留所で作られていました。その後アーリータイムズ蒸留所を買収してこちらで原酒を作るようになるんですけども、残念ながら原酒が切り替わってから味は思いっきり変わります。目安としては1991年ぐらいは目安でいいと思います。この子も非常に攻めライン感が強くなります。オールドフォレスターは初めて瓶詰めして販売したバーボンとしても知られています。名前を聞くと柔らかくて優しい村人のイメージなんですが、この子は戦士です。しかし100プルーフありますが、ロックにすることによって思っていたよりもあっさりとしつこくなく楽しめるので、ぜひハイプルーフ好きの方試してみてください。それでは今日は1980年代バーボンウイスキーオールドフォレスターボンデッド飲んでみたいと思います。まずは香り、オレンジ、果汁、甘っ、濃厚だけど、そして味、うまっ。この子は村の果樹園に住む誇り高き戦士の男の子、信念は強く己を曲げないけども柔らかい一面も見せる、そんなイメージの子です。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、オールドフォレスターボンデッド、お分かりいただけましたでしょうか。最後に僕は2年間で YouTube にウイスキーの辞書を作ります。応援くださる方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ今日はここまで。また見てね。